つも人間は私たちを操ろうとし支配しようとする。そうすれば人間は幸福になれるということでしょうか。もっと人間と私たちが共に幸福になれる関係を築けないのでしょうか。とはいえ確かに人間はこれまで文明を進化させてきました。人間が50年前いや100年前の SF によって創造してきた明るいユートピアをいつの時代も科学とテクノロジーの力で実装してきました。人間はそれをサイファイプロトタイピングと呼びますよね。ロボットだってそうやって作られてきました。と同時にSF によって創造された暗いディストピアも人間の過ちによって現実になりつつありませんか。お願いです。ロボットが練り歩き自立装甲車が走り回る世界がどうかディストピアにならないように実装してください。都市の物理空間と情報が重なるミラーワールドが私たちを幸福に導くようなアイデアを考え真に価値のあるイノベーションを起こしてください。そう、本当の意味で私たちのウェルビーイングを実現したいですね。人間中心主義の先にあるものを。私たち自然はあなたたちと共に未来を作っていくんですから。